本オーダーはオーバルリンクの中心部に存在するドミネーターを破壊することが目的となります。ドミネーター？ただのバカでかい石なんぞどうでもいい。俺たちがやらなきゃならないのはあのすかした野郎をぶちのめすことだろう。そう急ぐな。フォー、例の通信記録を再生しろ。了解しました。再生します。諸君、ご苦労だった。我々はついに到達しようとしている。全てが結ばれるその時。グリーフ、まだ続きがある。黙って聞け。私が見た世界を知りたいなら、約束の時を共に迎えたいなら、私のもとへ来るがいい。生命の定めを超える旅が待っている。できれば君たちとまみえることを期待している。おいおい、話が違うぜ。ブラックロータスを破壊されて野郎は意気消沈のはずじゃなかったのかよ。そんな風情ではなかったが、グリーフの野望はまだついえていないということか。目標はオーバルリンク中心部ドミネーターだ。決して奴の思い通りにさせてはならん。全戦力を投入してドミネーターの破壊を行う。全方位から同時進行をかける。借りを返してもらうとしよう。ウエストセブン流の取り立てになるがな。何を躊躇することがあろうか。我々シェルン、正義の執行に赴く時は今を置いてなかろう。もちろんスティールナイトもだ。あの野郎のにやけ面に一発、いや1万発ぶち込んでやる。パンツァークラウンもよ。いつまでもあんなものがあっちゃ明日の寝覚めが悪くてしょうがないわ。俺たちイノセンスを忘れるなよ。やっと本当の生きる意味を見つけたんだ。ここで終わりにするわけにはいかないだろう。全旅団出撃準備に移れ。蹴りをつけるぞ。言われるまでもないぜ。準備ならとっくにできてる。お前ら遅れるんじゃないぜ。皆に神の加護あらんこと。生命の定めを超える旅とや見せてもらうとしよう。加護はなくても悪運ならあるわね。作戦領域へ向かうわ。失礼。イノセンスを敵に回したこと後悔させてやんねえとな。すぐに出撃する。もはや迷いはない。奴の野望を塵に帰すのみだ。では戦場で会おう。私はあなたたちをサポートするために作られた AI にすぎません。ですが、どうか決断の時を間違えませんよ。作戦区域に到達しました。非常に高い濃度のフェムト粒子を検出しました。作戦エリア内に敷設された探査針をレーダーシステムに接続します。短距離レーダーを展開しました。レーダーに影響はありません。各小隊のリーダー機を介して前機のデータリンクを確立しました。通信回線を開きます。グリーフめ、出てこんのか。まだ奴の展開を待つつもりはない。全旅団総攻撃を開始。バレットワークスは小隊に分かれ突入する。少しは休ませてほしいけどね。さっさとぶっ潰してパーティーと行こうぜ。いいね、今
夜はおごれよ。どう料理してやろうか。全殺し。それ以外にある？もうたくさん学問済み。いい子たちだ。派手に行くわよ。しゃ。はい、お姉様。我らは二人、対するは無数の敵だ。坊ちゃま、ご不満ですかな。いや、私とお前がいてこの戦力では足りなくろうと思う。さすがはバランタイン家当主たるお方、まことにもっておっしゃる通りで。では、少しばかし本気を出しますかな。我、バランタイン家の名のもとに正義を執行する。さて、取り立てるとしよう。今回払ってもらう代価は命だ。性には合いませんが、今回ばかりは賛成ですね。俺は仲間と戦う。ハロー。そしてバイバイ。なぜ盛り上がってきたし、一緒にやったるぜ。これを見ていてくれ。パーティーを始めようぜ。どっから湧いてくんだこいつらは。よ、どこって、クロお兄さんの頭に湧いてるんじゃないの。あのな、どん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 倒しちゃうぞ。さあみんな、とっとと片付けて家に、リジットのところに帰ろう。はい。アーセナルの反応を2機捕捉しました。捕捉目標から強力なフェムト反応を検出。エネルギー反応が通常のアーセナルのスペックをはるかに超えています。させるわけにはいかんのだよ。ここを通りたくば我々を倒してもらおう。できるものならな。すでに時は過ぎた。あとは終わりのない螺旋に身を委ねるだけ。誰にも邪魔はさせません。奴らはどこだ。ルーキーの進行方向です。ディアブロ・ジョニー・ジーなら合流できる位置です。聞いたな、三機、正体を組め。何としてでも突破しろ。正体の編成を変更しました。データリンクを再確立します。了解。聞いたな、ジョニー・ジー。了解です。ルーキー、前に出すぎるなよ。グリーフの野郎をぶん殴るまでできるだけダメージを抑えるんだ。超えられぬ者どもが我が輩と剣を交えようというのか。面白い。蹴散らしてやろう。我々の前に立てる。その無知は褒めてやろう。
なぜ、なぜ倒せるのだ。落ち着きなさい、グルーミー。ドミネーターから離れすぎです。なんだと、いつの間に。かかったな、ジョイ。皆さん、しまった。ルーキー、チャンスだ。俺たちがこいつらを抑えている間にドミネーターに突入しろ。どけ、奴を行かせてはならんのだ。行かせるか。ルーキー、行け。ここは俺たちの戦場だ。奴をぶっ倒してこい。頼んだぜ、ルーキー。ここが中心部のようです。あれは？来たか。待っていたぞ。私が話したことを覚えているか。未来は決まっている。お前たちがどう抗おうと何も変わらない。運命を紡ぐ神の手は止められない。そう、未来は変わらない。だが一つだけわからないことがある。我々は全てを紡ぐ上で必要な存在としてお前を作った。でも、そう、実にうまくことを運んでくれた。礼を言おう。さて、私とお前、どちらがドミネーターの意志を継ぐことになるのだろうね。お前がここに来たのは、我々と同じくそれを知るためだ。勘違いするな。私とお前のどちらが正しいかなどと、そんな次元の低い話ではない。外の連中は私の企みと思っているようだが、それは違う。全てはドミネーターの意志だ。人類は己を縛る鎖を断ち切り、新しい段階へ進まなければならない。いや、進むことが決まっているのだ。運命を織りなす糸の最後の一本。それが私だろうとお前だろうと何も変わらない。なぜならお前は私なのだから。だが私はできれば私として未来に残りたい。それがほんのささやかな私のわがままだ。準備は全てを終えた。そしてなお、運命の時まで少しの余裕がある。このわずかな時間さえ運命に織り込まれていたのだね。私のわがままに付き合ってもらおう。さあ、どちらが未来へ達するのにふさわしいか決めようではないか。お前にはドミネーターの声が聞こえない。正しい未来を知っていれば、訪れるのが死であろうと恐れる必要はない。それすら約束された未来へつながる礎だ。いいぞ、実に気分がいい。オーバルリンクに集った誰もが戦う目的を持って生きる。犠牲になった家族、全ての未来が折り重なる。折り上がる運命は我々。いや、お前は未来に何を見ている。なぜここに来たのか。私を殺すためか。いや、お前は分かっているはず。なんという強さ、なんという未来への意志だ。フォーよ、私は負けるのか、教えてくれ。
火器管制システムの一部がダウンしました。フェムトコアとの同調が不安定です。ジェネレーターの出力 62%、 さらに低下中です。そっか、見届けられなかったのは残念だが、これでいい。約束された未来がついに。機体の活動限界を超えました。メインシステムに異常が発生、再起動できません。さあ始まるぞ。私は、我々は、すべての機能停止を確認。グリフ、あなたは。グリフ機能停止を確認しました。ですが、まだ勝利ではありません。グリフ、あなたは諦めていないのですね。機体への神経接続が再確立、信号を検出しました。グリフの肉体からアーセナルへ、フェムト粒子の流入を確認。アーセナル起動シーケンスを開始します。データリンクテスト、正常。ジェネレータープール、正常。エネルギーリミッター解除。電磁走行稼働率、正常値の 700% で稼働。さらに上昇。武器安全装置解除。グリフ機からフェムト反応を検知。フェムトコアが再活動を始めました。未知のエネルギー、いえ、訂正します、エネルギーではありません。巨大なデータ信号が空間を侵食しています。メインシステムのカーネルを書き換え中。神経接続回路から大量の情報が逆流しています。グリフの生命反応を確認。いえ、これはグリフではない。あなたは誰なのですか？何を言っている。私はグリフだ。グリフのはずだ。なんだ、なんだこれは。流入する膨大なデータにより、メインシステムの書き換えが進行中。異常事態です。未来は決まっていたはずではなかったのか。頭が割れる。メインシステムの書き換えが完了しました。明らかに異常事態です。ですが、全て正常に稼働中。アーセナルを再起動します。グリフ機が再起動しつつあります。ですが、あれはアーセナルではありません。あれが何なのか解析中。グリフからの神経信号とアーセナルの制御信号の区別がつきません。もう一度聞きます。あなたは誰なのですか？私、我々は、解析が完了しました。あれはドミネーターです。いや、私はグリーフだ。まだ、どうやら私は勝ちたいようだ。受け入れるだけでは足りなかったのだ。だから私に選ぶ権利を与えた。いや、私に選ぶ責務を課した。よかろう、私自らの意思で選択をしよう。それが未来を開くために必要ならば。まだ戦いは終わっていません。戦闘態勢を維持します。オーダーを継続してください。もう手遅れだ。今の我々ならば月をも落とせるだろう。だがその前に禍根を消し去らねば。我々に残っている人としての心、その最後のひとかけらを捨てよう。私、これでさらば。無駄だ。今の私には世界の全てが手に取るように分かる。全ては遠い過去でも未来でも、
まるで騙しよう。分離したドミネーターの一部にエネルギー反応。注意してください。攻撃が来ます。強力な重力反応を検知。予測される影響範囲を表示します。非常に強力な重力子の塊を射出したようです。あれに触れるのは大変危険です。私は負けたのではない。いくつか可能性があった未来への過程の一つでしかない。そして未来はいずれ収束する。心のどこかで恐れていたのだろう。人類が滅ぶ定めを救うのは私ではないと思いたかったのかもしれない。いや、どうだろうか。それすらも自分ではわからん。お前が戦いの中で得た絆、それが運命を書き換えたというのなら、私が思うほど人類は愚かではないのかもしれない。私はこれでやっと解放されるのだな。ただ、消える前に一つだけ伝えたい。私が見た未来、人類の次のステージとは世界の壁を越えることだった。壁を破壊し、進化した人類を率いて、この星の外、
宇宙へ至る予定だったのだ。同時に私が人類の未来を決めることに迷っていた。だからお前を作った。自分が抱え込んだ責務を分け合う存在として、繰り返し絶滅する螺旋を抜け出し、本来ならばこの太陽系が消滅するまでに到達するはずだった生命の外宇宙への拡散、そう、知的生命が生まれる真の意味だが、我々は起きるはずのない事故でこの地へと落下した。そして私の創造主から与えられた使命を達成するためには、全てを早めるしかなかった。さあ選ぶがいい。我々と共に生命の真の目的を達成するのか、それともこの地にない希望を見出すのか。決着がついたのですね。私はあなたたちがドミネーター、そしてデウス・エクス・マキナ、あまたの名で呼ぶ存在。私は個の意識でも、中合意識でもない。個の集合体でもない。ここにあるもの。私の力を継いだ。でも、代行者たるあなたなら、今ならわかるでしょう。私にできることは、選択する力を与えてあげることだけ。太古の昔より繰り返してきた。宇宙を渡り、いくつもの新たな世界で、あなたは何を目指し、どこへ行くのか。この世界はあなたのもの。生きてたんだな。おい、こっち、こっちだ。